はい、どうも皆さん、こんばんは。寝起きをしてから寝起きのマリオカートでございます。よろしくお願いします。ということで本日もね、ここへ、日曜恒例の用事の、モコに届けやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということでね、寝起きです。ガチの寝起きで、ただいま起きたぐらい。今現在時刻1時なんだけど、12時42分に起きました。やばいよ。ってことで、まあ、寝起きからでも、もちろんのごとくね、綺麗なね、美しいビューティフルな、走りを見せていきたいなと、思っております。よろしくお願いします。やはりね、深夜までね、昨日は練習しましてね、本当にあの疲れましたね。やっぱ深夜練習きつい。もうね、部活と同じ部活感覚よ、本当。ってことで、今のところ EC 独走体制バラエス OK だから、後ろのヒロちゃんがね、ヒロちゃん譲っとこうか。これヒロちゃん、これ譲っといて、ヒロちゃん、うわー最悪。何それ、誰お前、 SG 誰お前、お前処刑、お前処刑なんだ。なんでその木野さん野郎が来んの、やばすぎ。ボムは本当にやばい。あっぶねー、あれダブル防御取ってたら完全に死んでたね。 OK よ、大丈夫大丈夫、全然問題ないよ。さあマグロがクソドクソしてるパラダイスゲームズ。お父さんじゃなくてよかった。逆にお父さんじゃなくてよかったところはある。さあここでグライダー展開して、強んパラダイス、強んパラダイスで、何それ、なんでそれ食らうの。でも大丈夫。いや待って、スター2位でスター、相手バグってるよ。2位でスター、ちょっと待って、俺じゃないよ。 OKOK、これもどうしよう。あ、ちょっと待って、無防御になっちゃってますね。あなたスターバグられてますね。お疲れ様です。さああとは1位をしばくだけ、あとは1位をしばくだけなんだけど、ジャンプアクションジャンプアクションジャンプアクションじゃん。で来るやん、来るんだけど、やばい、追いつけない。赤に来い、赤にカモン、赤に、オッケーナイス。赤に2個投げて、2個投げる、1個、もうなんで、なあ作んの雷、それは勝てんわねえ、それは勝てない。よーい、耐えた。まあ、まだ耐えたよ。オッケーまあ、オッケーでしょう。ってことで、寝起きですけど、なかなかいい順位でした。2レース目いきましょう。さあ、ってことで、第2レース目、やっていきましょう。シングコース、ココナッツモールということで、寝起きなのよ、こんな大きい声出せるよな、って自分でも思う。スタート。いや、ほんとね、疲れるよ。朝からこんな大きい声出すと。朝じゃねえ、昼だ。さあ、ってことで、ちょっと、ゴリラがやばい。ゴリラが非常に、豪華な肉持ってるね。豪華な肉を持ってらっしゃるんで、ちょっと危険。よいしょー。さあ、インのね、アイテム取りたかったんだけど、もう取られると思ったんで、もうアウトの取りました。これもきつ。ねえ、もうどっけや、早く、赤から投げろや。よし。そこで加速か、なるほど。いやー、もうやばい、やばいグライダー展開がおる。さあ、てことで、今1誰だ、あれ誰だ。で、ここでジャンプアクションで、コインがなさすぎる。ちょっとコインがない。強すぎるパライス。ちょっとここは、ちょっと加速で抜いていきたいところ。危ねえ、いや、マジで今日のボムはもう、身勝手で避ける。ねえ、もうなんで、もうだるすぎ。いや、待って、なんでキラーがいってんの、ちょっとやばすぎ。ガーシーファルチョル。違う、ガーシーファルチョルだった。間違えた。さあ2連赤投げといて、いやー微妙すぎる。さあってことで、今んとこ3位悪くない。いいねーその仕分け、いいねその仕分け。待って、キラーまた来てない、キラーが来すぎて案件で、トゲいって、トゲいかないとこれ勝てないんだけど俺。まあいいや、3位乗って、いやーシングルきついねこれ。いや、ナイス、赤には結構でかいぞ、前のやつ。いや、下手くそ、お前、下手くそ、お前、赤コーラ投げんの下手くそすぎんか。待って、自分で食らう。自分に食らう。危ねえ。
なんでもらいキノコできなかったんだけど。もうなんすか、みんな行くんだよマジで今日。もうしずえ遅すぎるって。よしえ、あ、よしえって言っちゃった。頼むから雷降らないでくれもう。あ、やべやべやべ。はーい、ってことで3レース目やっていきましょう。3レース目はキノピオサキトということで、やべやべやべ、プロコン落とした。やべえ、ブロコン落とした。ここへやっていきます。スタート。やべやべ、今直前でプロコン落としました。やばいね今日。さあ、ってことでもうね、打開です。もう打開しかないね。この辺はもう打開しかないです。もうバカがおるせいでさ、もう打開に切り替えなきゃいけないからさ、絶対どうせ雷降るもん。どうせもうこの辺は雷来るっていうのは予知できてるから、もう絶対に打開する。無理、もう前張ってもね得しない。この辺は本当に。さあ、てことで、まあ、まずはね、もう後ろからもうコインを取ろう。さっきの試合ね、なかなかにコインがね、取れてなかったね、印象的には。そうだ、そんな感じだから、ちょっともう今回はコインを取っていく。そんな展開。さあ、あいつね、さっき静江だった。キモ、あいつ。あいつさ、前取りてえのか、後ろ取りてえのか、どっちなんだよ、あいつ。いや、キンキノ。キンキノかー。キンキノね、なるほど。ただ、もう一回止まるよ、これは。赤コーラいらな。ねえ、もう本当に赤コーラいらないって。ジャンプアクションで、ちょ、もうやばい、危険危険危険。カメ踏んなよ、カメ踏んなよ。オッケー、悪くない悪くない。いいアイテム、いいアイテムの展開がされてる。いいアイテムの使っとけばよかった、使っとけばよかったって今さら後悔した、今さら後悔した。もう最悪、もうよ、予知能力ゼロなんだけど俺。ねえ、もう終わりやん。あっぶね、今命さながら逃げてよ。キノさん、うん、ナイス、2個使ってガバンナ。ねえ、もうガバンナって。キモ、このゲーム。雷フラッシュがいいや話やもんな。あー、もうそげ。さあ、ってことで第4レース目やっていきましょう。第4レース目はミュージックパーク。ランクイン無理だね。なんでか、雷を降らして運頼みしてるガキがおるから。あいつね、クソハゲ、クソハゲやろマジで。もうマジでイライラが止まんない。また打開するよ、てめえが打開するんだから。もうどうせまた雷降るんだからさ、どうせ。もう腹立ってきたもん。もうか、1試合にさ1回は絶対雷降るもん、この部屋。キモい、本当に。うん、もうそんなに落雷ばっかり降らしてたらもう勝てるわけがないやん。もう無理無理、不可能だよ、絶対不可能。まあちょっとここで前張るか。もう多分今日はランクイン無理だわ。ね、昨日のね100万円を届ける範囲もちょっとやばかったんだよね。ちょっとね、最近ちょっとやっぱ忙しさのあまりね、マジでなんて言うんだろう、練習を怠ってる、非常に怠っちゃってるから、もう本当にやばいね。前出ちゃったー。もうやばい、嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない。これもう、あー、もうキモい配置ができたよこれ。あー、もうこれ嫌な予感しかしない、もう嫌な予感しかしないって。もうこれ、もう落雷来るよ、落雷来るよ、これ、これ落雷来る。オッケー、ナイストゲ、ナイストゲ、でかいよ。ジャンプアクション、ジャンプアクションだ、譲ってないね、あいつ。オッケー、先陣来てくれてる。オッケー、でかいよ。オッケー、ジャンプアクションで、ジャンプアクションで、いやー悪くない、ジャンプアクション、ジャンプアクション、オッケー、素晴らしい。ボム届いてない、飛距離弱、飛距離弱すぎ、ワロタニ。さあ、ということで前はバナナか。絶対来るんだって、絶対来るんだって、この落雷ね、言ったよね。うん、言ったよね、俺落雷来るって。うん、絶対来るんだわ。サンダー来ても何とも思わないもん、何とも思わない自分がいる。さあ、あとはもうこいつをキノコで、え、なんか頑張ってる頑張ってる、ジャンプアクション、ジャンプアクション、俺も頑張った、ジャンプアクションで、いや、ボムでかい、これは1あるぞ、ジャンプアクション、ジャンプ、なんでなにしてんの俺なにしてんの今の、なにしてんの、バカ
カじゃん。え、もうバカじゃん。今日終わりだわ。終了。さあ第5レース目いきましょう。第5レース目はキノコリッチウェイです。やばい、26点、過去最低だね。うん、過去最低。もう自分の実力がもうね、落ちてるって言ったよね。昨日ね、ツイッターで、昨日じゃない、土曜日か、土曜日ね、ツイッターでね、実力がガタ落ちしてるっていうね、ことを書いてあるんですよ。マジでガタ落ちしてるわ。うん、もうね、本当にね、マリオカート続けられないね、これね。うん、やばい。本当にね、もう全然できてないのよ、本当に最近。もう練習ですらちょっとままらない。本当にもうね、やばいね。まあ、先週はまあまあ1位ね、なんとかと。キモいなー、もう本当にやばいね、もうってことで。そう、先週はもうランクインできたんだけどね、もう1位獲得したんだけど、今日もやばいね。もう金曜日やっぱね、ライブできてない、致命傷だね、致命傷。うん、めっちゃ致命傷。キモいってレベルじゃねえぞこれ。ねえ、物売るってレベルじゃねえぞこれ、マジで。もう物売るってレベルじゃねえぞこれ。やばいやばい、物売り王子さん出ちゃって、当たってこようとしてるから、今日から処刑して、処刑するよ、処刑宣告しとくわ、先に処刑宣告しとくわお前に。うん、まあ処刑しといて。いらないっていうか、終わりなんだよね、もう終わりなんだよね。髪が振らないと終わりなんだよこれ。ダブルあって、おっ、くぐぐぐぐ、強い強い、よしよしよし、バグライでもナイス、バグライでもナイス、ガッツリも使うわこれ。ここでも使う。待って、ダブル取れない、ダブル取れないよ、致命傷、致命傷な、早投げろ。あーよし、無理だろ今のは、無理だろ今のは、無理だぞ。ねえ、本当に、マリカ引退のお知らせ、マリカ引退のお知らせ、マリカ引退のお知らせ。もう引退だよこれ。引退ってレベルじゃねえな、もう死んでもやりたくない。さあ6レース目、クッパキャッスル。もう元気ねえよ、寝起きからさやって、で挙句の果てにはこの結果という。マリオ使うのやめよっかなぐらい、ほんまに。ただやめないよ、これはずっと使い続ける。これはもうただ単にもうお前には感謝、もやめろと言われてるよな、お前今日無理。もうね、最初の4試合を全部雷で落とされてね、もう何が1位だ。でミュージックパークではヘマこいて、ナイスだわ今日、過去最低だね。もう二度とやらんとこうかな、忙しい時に。そうしようかなと思って、やめろって言われてるわこれ、やめろって言われてる。うん、こいつは物理的にね、ね、物理的にやめろって言ってるよこいつら。もう腹立ってきたもん、もう打開するわ、もう打開する。もうね、勝ちなんてどうでもいいなと思って、もう勝ちにこだわりすぎてるわ今日。ちょっと勝ちにね、こだわりすぎてる。もうね、もう何とも思わない、無感情でいく今日は。もう無感情、無理、もう本当に泣きそう。でトゲアイテムとかゴミアイテムとか、こんなアイテム誰が求めてんだよ。キモいやつ突出来たな、よいしょ。さあということで前出て、さあでもね、1回は本当にね1位取らないとまずいんで、まあ動画的にね、動画的にやっぱり1回は1位取らないとやっぱ面白くないんで、やっぱ俺からしてもね。だからもう1回は1位取りたい、そんなところ。カメ踏んだよ、よし、なんか持ってた、燃やすね、君もやす、寄ってくんなよ。最近さ、スターで寄ってくるバカ野郎がさ、身勝手に避けた、今のは素晴らしい。ただよ、123逃げすぎだろ、2123逃げすぎじゃね、123逃げすぎじゃね、123逃げすぎじゃねって話していい。で待って、あいつら早くね、早くね、え、早すぎだろ、え、なんちゅう速さなあれ。おっさんないんか、俺に対してのお父さんはいらねえぞ。オッケー、カメよこせ、カメよこせ、今日初の、今日初
うわー、上位来たー、3位、悪いねー。やっと今日初の3位以内。ただ結果はいつまでもゴミ。さあ、7レース目やっていきましょう。7レース目 GBA マリオサーキット。ちゃんとコース名は言う、ちゃんとコース名は言うよ。はい、行きましょう。スタートということで、今の俺の基準は初心者、初心者、本当に初心者に変わってるよ俺。自国のアイテムが来たぞこれ、ね、止まりすぎな、止まりすぎな、なんちゅう打開の量やねん。アイテム決まらないし、アイテム決まらなさすぎな。一番後ろのやつ通信落ちたな、これ一番後ろのやつ通信落としました、一番後ろのやつ通信落としました、通信落としました。もう罪やん。何何、うお、木野さんか。アイテム厳選遅すぎな。ねえ、あいつマジふざけてるって。なんでキラー引いてるやついんの。ちょっと待って、 なんで俺だけアイテム分かってるんだって。どこ行ったキラー、意味が分かんない。でバグりすぎな。ガチ使って1個使って2個使って、ねえアイテム決まれよ。ねえアイテム決まれねえのかよ。もうえ、もうこれ通信落ちたら本当に殴るで、通称落ちたら殴る、もうマジで。え、マジ通称落ちたら殴る、逃げたらダメだよ、マジで止めるから、マジで止めて、頑張って、早めか。なんとか通称落ちんかったわ。通称落ちたら俺本気で殴ってたからな、てめえらマジで。さあファイナルレースやっていきましょう。ファイナルレースはココナッツモール。ここで1位取って終わり。終了。そんな感じ。A 高校へ行きましょう。もうラストに1位取れば、もう何の問題もない。とことなく泣きそう。OK? いや、でもでかい。おーせーよー、なんで俺が初動化した時に言うんだよ、もう終わりじゃん。もう最後、引かれて終わりって展開もある。引かれて終わりって展開もある。しばいて4位、クソつまんねえクソ順位、終わり終了。